1019カウンティー・オブ・メリネス、ブリストル・テンプル・ミーズ駅、1960年グレート・ウェスタン鉄道1000系蒸気機関車は、イギリスのグレート・ウェスタン鉄道が製造した、テンダー式蒸気機関車の一形式であり、GWR2 基等4から6から0、急行機関車における最終形であり、グレート・ウェスタン鉄道2900系蒸気機関車が元になった。 これらは国有化前に構築された最後の GWR 旅客用機関車であり、グレートウェスタン鉄道6 9 5 9系蒸気機関車の大型版だったが、ボイラーは LMS8 回形蒸気機関車に基づいていた。各社の固有名からカウンティ級と通称される。本形式は戦時下の高速客加工号列車のために GWR 最後の技師長である。 フレデリック・ホークスワースによって設計された。他の GWR4 から6から0とは異なり、すべての車輪を覆う一つの長いスプラッシャーと湾曲していないまっすぐなネームプレートがあった。本形式は GWR が通る軍の名前を持っていた。ホール級などの他の主要な機関車ほど人気がなかった。価格量用機の改めホール級を基本としつつ、 1930年代以降のヨーロッパの鉄道で試みられていた蒸気機関車の性能向上のための様々な新技術を盛り込む形で設計され、セイント級以来の GWR 標準に寄テンホイラーの基本レイアウトと軸重20トン上限という二つの制約の中で極限性能を引き出すことを目的とした。つまり、いわば超、 改めホール級として開発されたものであり、スター級の方法論の究極解となったキング級と対応なすものであった。最大軸重20トンの範囲で、それも2気筒で4気筒のキャッスル級を凌駕する、高性能を実現するため、ボイラーはキャッスル級のナンバー8型やキング級のナンバー1に、型との異なるナンバー1号型が搭載された。このボイラーは、 GWR スウィンドン工場が第二次世界大戦中にイギリス交通委員会参加の鉄道管理委員会の発注により80両を肩代わり製造したロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道発階家たちの設計を手直ししたもので改めホール級で高成績を収めた新型の4列加熱管を導入ナンバー8型よりも感動部が大直径単円管化されさらに 使用圧力をナンバー8系の225ポンド、平方インチからナンバー12系の250ポンド、平方インチを上回る280ポンド、平方インチまで一気に引き上げることで燃焼効率を向上した。このボイラーは同時期に設計された1500系の弁装置とともに本来はホークスワースが設計作業を進めていたパシフィック型軸配置の 高速旅客列車用新型機関車のために開発されていた技術、設計を流用したものである。そのため、本形式は本命のパシフィック機を製造する前に超高圧ボイラー及びその補機群の実動データを収集するためのテストベッドとしての役割も持たされていた。もっとも、このボイラーは高圧化による高性能実現と引き換えにボイラー間道の直径増大や 重心の向上を伴っており、二気筒で四気筒機に匹敵する、牽引力を確保する必要もあって、動輪系の縮小を求められた。このため、動輪系はホール、改めホール球よりは拡大されたものの、それでもキング球よりもさらに3インチ、小さい6フィート3インチ系となっている。このように、ボイラーと動輪、そしてボイラーに付帯する、高圧化された、各種機器は、新設計や、 設計変更が実施されたが、以下大枠とされた大枠など下回りの基本構造は、実績あるセイント級以来の標準設計に従う、改めホール級の設計がほぼそのまま踏襲されており、淡水車もホークスワース設計による改めホール級用と共通のものが製造された。前日の通り、GWR 最後の3年間に30両が自社スウィンドン工場で製造されたが、 何両かについては固有名の割り当ても完了していたにもかかわらず、以後の増備はキャンセルされた。さらに国有化後、本形式と入れ替わりで、キャッスル級の量産が再開されており、意欲的な設計とは裏腹に、本形式は取扱いに難があったことが見て取れる。本形式は、その後1956年にボイラーの使用圧力を、 キング級のナンバーワンに軽ボイラーと共通の250ポンド平方インチに高圧している。これは戦前に19気圧から20気圧前後の超高圧ギセル式ボイラーを採用したドイツのレーゴ型をはじめとする各国の機関車軍と同様その大半が戦後補機のメンテナンスやパッキンの強磁劣化に伴う蒸気漏れに手を焼いて実施されたもので高圧に気闘気ゆえに ハンマーブロー現象による軌道破壊が増大する恐れがあったことも一因であった。なお、本形式は高圧後の1956年から1959年にかけて煙し部の設計変更が実施され、通風量の増大による燃焼効率の改善が実施されている。GWR では2気筒機であったにもかかわらず、4気筒のキャッスル級と同等性能と評価され、 共通運用に充当された。これに対し、国有化後はその性能、特性差から、価客量用の 6MT と別区分が与えられている。ブリストル・パディントンの走行では、安定した連続蒸気が必要であり、時間を補おうとすると、機関車の蒸気が不足する可能性があった。高日主線は、全体で、最大60マイルパーアワーの速度制限があるだけではなく、 段階的なスイッチバックがあった。ウルバーハンプトンからシュルーズベリーまでの観戦は、機関車が最も印象的だった。1956年以降、ダブルチムニーに取り替えられ、ボイラーの圧力が低下した。1945年から1947年までに、グレートウェスタン鉄道、スーインドン工場で1000から1029の合計30両が製造されたが、 1962年から1964年の間に廃車され、全車解体処分された。前日の通り、本形式はすでに全車解体されており、保存者は存在しない。ただし、GWR 由来の蒸気機関車を多数、保存しているディドコット鉄道センターの手により、原型となった改めホール級、ナンバー7927ウィリントンホールの、 大枠とナンバーワン号系ボイラーの基本となった LMS8 た形の48,518号機に搭載されていたボイラーを使用して本形式を復元するプロジェクトが進められている。ありがとうございます。